奇跡だよねマジで。なんかもう6回目ぐらいだから行くの本当に。いや入ってる入ってるってなった。ゆうさんこんばんざい、ありがとうございます。ジタルこんばんざい、ありがとう。というわけで万歳ジャパン長野県の伝道師中山駒です。おつー、ちょっと前髪が決まらんな今日も。そう今日休みでね、たい焼き、たい焼きも今日2個食べた。さあお持ち帰り、お持ち帰りで6個買ったのかな、お持ち帰りで6個買ったから、そうそう買って、でその場のイートイン、イートインで1つ食べたから、そう晩ご飯の後にお持ち帰りのやつ1つ食べた。やばい太るマジで。最近もうずっとスイーツアンバサダーのあれでずっと甘いもの食べてる気がするね。パルタさんのたい焼きないよごめんね。シュプのたい焼きもないごめんね。なんかあれじゃない、自分の手をさ、自分の手を焼いたらいいんじゃない。トムハローありがとう。ハリマさんこんばんざい、ありがとうございます。みずきさんチャリできたありがとう。残りはどうしたんって、家族と住んでるから。中山、私は家族と住んでるから、もちろん家族のお土産に決まってるじゃないですか。そうそう、自分で一人で6個食べるわけがないの、家族のために買ったからね。焼いてあるからゼロカロリー、確かにね、焼くとカロリー飛ぶからゼロカロリー。あ、そう雪降るかも。明日降るの？でもさ、来週ずっとなんか雨予報でさ、雪マークちょっと入ってんだよね。いや今めっちゃ寒い。なんかこの部屋さ、暖房が今ないんだけど、そうなんか部屋が汚すぎて暖房を入れると多分火事になるっていうね。あれでね、ちょっと暖房まだ入れてないんだけどさ、寒い寒い寒い。ちょっと何言ってるかわからない。手焼いて、手焼き、手焼き手焼きして、そう美味しい美味しいってやれば、そう炎上する、リアル炎上させないためにまだね暖房入れてない。多分今ね4度ぐらいかな今は。さっきね温度計見たら4度ぐらいだったこの部屋は。寒い。いや本当だよ、寒くなる前に部屋の片付けしてくださいって。して、誰かしてくれ頼む。美味しいわけないでしょって、わかんないよ、具は肉みたいな。あんこでもクリームでもない、具は肉っていうね。そうそう、リアル炎上は、新聞に載るやつ。そう、いわちゃんずくだせこんばんは、ありがとう。いわちゃん久しぶり、聞いてた今パルタさん私の話。私の話聞いてた。そう、部屋が汚くてストーブ入れられないって話。リアル炎上になっちゃうっていう。なぜこんばんざい、ありがとう。そうそう、だってしばらく鉄板に挟まれなきゃいけない。焼き土下座にする。どっかで見たな、焼き土下座がの方がいい。麻酔打っといてさ、手に、手全体に麻酔を打っとけば感じない何も。クロモンチャリできたありがとう。翔太くんおつこまありがとう。なんで、なんで iPad さ誰も言ってくんなかったの。いや忘れてるよ普通に。iPad さ問い合わせてない。
え、なんで言ってくんないの？12時に行ってって言ったじゃん。逆ギレ。え、リプしてないよ。お、なんかなかったよ、なかった。なかったよ。え、嘘？した？本当にした？いや、代わりにしておいてくんない？シュプ、電話。電話代わりにしといてくれ、もう。え、何して、何言ってんだろうね。片付けの前にめんどくさがりのコマちゃんをどうにかしないとなーって。え、私が片付けられちゃうってこと？この芸能界から、芸能界っていうのかわからんけど。私が片付けられてしまう。久々だな、むらーって。え、でもそこまで久々な気がしない。結構なんやかんや翔太くんさ、こまめに来てくれてるから、配信。明日から1時間に1回問い合わせしたってリプ送りましょう。えー、明日土曜日じゃん。明日でやってんのかな、どこもオンラインショップさ、土曜日やってんのかな。早もう土日じゃん。やだー。土日やだー。忙しくなるね。肩こりがすごい。今日はたい焼き食べて、たい焼き食べてからのカラオケ行ったんですよ。実は超久々に行った。久しぶりにカラオケに行きました。オンラインならやってるしないって。あ、オンラインか、どこもね。それだといいけど、今肩こりの運動してる。肩こりを解消する運動中です。いてててやばい、左肩めっちゃバキバキ言うんだよね。わかる？左肩だけ結構昔からバキバキ言う。1万あげるからお部屋に綺麗にしてって言われたら、10万だったら動くかもしれない。1万は動かないかな、ちょっと。10万じゃないと。ふうかちゃんこんばんざい。あ、ふうかちゃんおめでとうじゃん。ゆきやこんこさんのサインとチェキ当たったでしょ。え、ふうかちゃんありがとうに来てくれて。そう、私さ、ジョイサウンドにしようと思ったらさ、行ったカラオケ屋さんがさ、なんかジョイサウンドもう埋まってますみたいな感じでさ、通されたのがもうダムしかなくて。そう、ダムだった。あ、王子っきゅん、ありがとう、やっほー。イラストありがとうございます。勝手にいいねしちゃった、ぴょーん。やばいよね、左肩がね、すごいんだよマジで、バキバキ。こっちはね、あんまならないんだけどね。いや、オンラインなら24時間やってると思うじゃん。あのね、やってないのよ。あれはね、違う。もう24時間って言わない、あれは。もうなんか、あの、夜だと AI のなんか、機能が変身してくれるだけで。そうそう。なんか、まともな変身が返ってこないのよ。そうなの、当たったのめちゃくちゃ嬉しいって。嬉しい。ありがとう。よかった、風花ちゃん。ありがとうね、応募してくれて。はいはいはい。いや、わかる、ダム映像多いよね。今日さ、あの、ずっとプリパラの曲を歌ってたんだけどさ、そう、プリパラのさ、本人映像、アニメ映像ばっかりでさ、なんか興奮しちゃって、めちゃくちゃ私さ、それで。ずっとプリパラ歌ってた。プリパラと、あとはちょっとボーカロイドと、なんか初めてうっせーわとか歌ったもん。ちょっとテンション上がってうっせーわとか歌ったりとか、あとはピンクレディを5曲ほど歌いました。本人映像ってテンション上がっちゃうんだよね。あとなんかね、なぜかレベッカのフレンズとか歌い始めたりとかね。もうよく分かんなかった。もう自分の
あの好みがもうわけわかんなかった。履歴がカオスだった。もう最初ボーカロイドから入って、そっからプリパラのゾーンに入って、そっから夏メロゾーンに入って。キッさんこんばんざい、ありがとう。お引越ししたばかりでまだ片付けてないから、お片付けしたら片付け、ん、おたか、お片付けしたら飾る。いいな引っ越し、いいな引っ越し。私も頑張って貯金して引っ越ししなきゃ。ふうかちゃんに住ま、ふうかちゃんの家に住まわせてもらおうかな。そうなのよ。こまちゃん引っ越し何ヶ月だから、ちゃんとお片付け終わってるの？全然全然終わってない。やばいやばい、もう貯金、いや貯金できない。なんかさ、なんだっけ、あの来年の9月までにさ30万貯めるためにはさ、1ヶ月に2万ちょっとあの貯金しなきゃいけないんだけど、その2万ができないのよ今。めちゃくちゃもうなんかさ、出てく方が本当に多くてさ、なんか国民年金だったりとかさ、携帯代だったりとかさ、もう全部 ふざけやがって高えんだよこの野郎、ガソリンも高えしよ。2万なんて貯金できねえよ、おいどうなってんだ10万で引っ越ししようかな。もうその気持ちわかるって。あ、カニヤッホー、結婚5周年目のカニ、5周年おめでとう。今日5周年、5周年か、考えられないな。同じ人と5年いるってすごいな。スナック中山開業、今度しよう。お酒飲み配信する？スナック中山開店。ケイさんおつこま、ケイさんもおつこま。すごい似てるね。ケンさん、ケイさん。サマスチャリできた、ありがとう。携帯代どれだけ？減ったよでも。あのね、8月分かな？8月分の請求分がね、2万9000円ぐらいだった。だから、9月分はもっと減ってると思う。なんとか2万、1000、1万なんかにしたいんだよね、携帯代を。1万何か。いや、支払い多い。わかる？いや、めっちゃ多い、本当に。課金やめたら月2万貯められるって話だったのに、もうなんかもうさ、ねえんだよ、ねえんだよ、金が。どうやって暮らしてんだよマジで。みんな不思議でしょうがない。それがだってさ、ため入ってくる分より出てく分の方がさ、あの多いからさ、どうやっても生活できない。みんなどうやって暮らしてんのマジで。あ、5周年で今めちゃくちゃ飲んでる？飲みすぎ注意やで。でも明日休みなのか、仕事。ねえ、お酒飲みながらスナック中山。いいね。こまおばあちゃんのスナック。いや、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ、いいね。そうそう。いや、5000円はね、使ってなさすぎだよ、逆に。多分基本料金が私9000なんかなんだよね。課金うんぬんかんぬんっていうその前に基本が多分9000なんかで、そうそう、あの使いたい放題っていうか、あのギガバイト何なんていうのあれやにしてあるから。肩こり治ってきたかな。あ、渋谷帰り、渋谷のライブ帰り、よかった。サマス楽しかった。明日仕事なの？やばいじゃん。二日酔いじゃない？カニ。いや、それなんだよね。ぶっちゃけ東京にいた時もマイナスだったんですね、ずっと。マジで、あの、一時期お金なさすぎてずっと臓器の販売についてずっと調べてた。
ずっとやっぱ目玉が一番高いんですよね、あれ、ああいうのって目がね高いっていうね、よくわかんないあの闇商売に調べてね、そうそう追い込まれてました。念願のたい焼きを食べたコマさん、そう食べたよたい焼き、持ち帰りで6個買ったし、そう今家にあるたい焼きちゃん。はるたさん、そうどこも私ギガホギガ放題で、そうそうそう怖っていやマジ気をつけてみんな本当に、いやマジ人ってなんか追い込まれると本当になんだろう調べるんだな、そういうことをって思ったそういうことを調べちゃうんだなって思ったその時私は、まあ、結局売らなかったけどね、やばいから法律的に、ね、人間として終わってしまう気がするからね、それはね、そうそうやっちゃいけません、労働しよう働いて稼ごう、そうそう、どこだっけな、とりあえずなんか目玉が一番高いんだなって思ったあれしか覚えてない。30歳以下ならアンダー30ってやりながらプラン変えたらすごく変わる。いやこれでもね、あの今年もう2回ほどプランを見返してるんですね、そうそう、プラン新しい一番安いやつにしてるよきっと。ちょ行くのめんどくさい行くのめんどくさいんだよな、ね、今さすずりでグッズ売りたくてさ、ちょっとアビコさんの許可が下りない限りさ、ちょっとすずりのやつできないんだよね。すずり多分結構お金返ってくるというか、まあ、すずり側にも行くけど、すずり側にも行くけど、いやカレンダー、あとカレンダーな、カレンダー作るのにちょっといろいろオンラインでできるけど、もうそれもめんどくさい、絶対今がいいんだよなきっと。何々って携帯代高いよね、あドコモかな村民クラウドファンディングしたい、クラウドファンディングほんとしたいぐらい中山コマの一人暮らし資金を貯めるためので、何だろう、何がいいかな、あの返礼品、返礼品、お礼はあの何がいいかね、引っ越し時に出た段ボールプレゼントみたいな、ね、中山家にご招待とかだったらいいんだけどね。ねギガホーネットプランで変更できる、一回確認するか。寒すぎて運動しとる、いやそれもあるけど、あの肩こりが今すごくて、あの回してる。ラプトもおつこまこんばんじゃ、ありがとう。課金は何に使ってんの、ゲームに決まってんだろゲームに決まってんだろ、いやもう赤もうこれ以上、そう今まで月3万ぐらい課金してたから、それはね今あの9月、何今何月、それを10月から今月から3000円にしようって言って、これ目標今書いてあるんだけど、ここにね、そうそう書いてあるから、そう今んとこね今課金ね2000ちょっとです、すごくない耐えてるよ私課金をすごいよすごいよ、もう本当に耐えてる、今2000なんかで課金を耐えてる。多分あの課金をなしにしたら私多分ハゲちゃうんで、ハゲてあの爆発しちゃうんで、そうそうそう。肩こりっておばあちゃんか、いやマジ舐めない方がいいよ肩こりのこと、あの年齢関係ないから肩こりって、おばあちゃんとかさその年齢とか本当に関係ない肩こりは、
私だって高校の時から肩こりひどくて、頭痛、肩こりからもう頭痛ひどくて、そうそう、よくなんか整体とかマッサージとか行ってたもん、高校生の時から。もう人によるとも本当に。自分携帯業界で働いていますね。困らないことがあればわからないことがわからないことがあれば、基本私機械には何もわからない、機械は何もわかんないので、わからないことがわからないので、聞くことはないですそう、課金控えてる、すごいでしょ。半蔵チャリできてありがとう。みなみんこんばんざ、ありがとう。ゲームやめなさい。やめないよ何言ってんの、やめないよ、無料だから。耐えてるな、そう頑張ってるよ。そうや、ゲーム自体はさ無料だから。高山村って綺麗な村で有名なのね。長野駅にポスター貼ってあった。あ、嬉しい、見てくれた、ありがとう。私が貼ったわけじゃないけど当たり前だけどね、ありがとう。高山村って言って思い出してくれて。無課金税、それが楽しいバンザイジャパンに見ついてる、そういうとこよね。やっぱ私はその代わりにあのゲームに見ついてるから。肩こりと胃もたれは感覚がわからない。肩こり辛いから感覚わかんなくていいよ多分月2000円って決めてるから耐えてるんだけどなって。口座は大丈夫だった、うん、解説できた。ラプタムね、かしこまりました。そちらへ雇用してる、多分牧場の方してるんじゃないかな、ちょっとまだ行ってないからわかんないや。コマちゃんライブ椅子用意してもらったけれど、ほぼ立ちっぱ BJ 大コマちゃんに会いたいダメじゃん座ってなきゃ、ちょっと興奮しちゃった。やっぱ生ライブってさ、こう高ぶるよね気持ちがね、わかるけど、立っちゃう、立っちゃう気持ちわかるけど、そう今日無理しないでね。じゃあなんでゲームで確認すんの、何言ってるんすか。こっちとらゲームを無料でやらせていただいてるんですよ。課金するに決まってんじゃないですか。課金でゲーム作ってくれてありがとうってね、そうありがとうって、もうゲーム会社に恩返し、ありがとうって、これでご飯食べてくださいって、もうそんな感じです。まあそんな感じもあるんだけど、そう推し面ができるとね、推し面ができるとガチャがね、ガチャがね、そう推し面が、推し面の誕生日とかだとガチャができる、出るのよ。あとイベントとかね、イベント系で回ってくるとガチャが、そうそう。うちも技術職ショックだから、うつむいてるからさ、あーこうね、なんか今さ、なんかその多分仕事のあれもあると思うけど、スマホ首とかあんじゃん、そうそう、スマホの見すぎでこう首がこう前のめりになっちゃうっていうか、こう曲がってきちゃう、首がこうスマホを見るこの角度で固まっちゃう筋肉が、それはスマホ首って言うんだけど、そういうのところから肩こりとかきてさ、こうやってね、だからこうやって伸びを押してあげないと。おぶせやね、おぶせ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 って、おぶせ、国のおぶせ。何の話してたっけ。そうそう、おふせ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 ってなんだ、お金渡すこと。あー、へー、課金のことお布施って言うんだ、初めて知った。お布施っていう言葉を知らなかった、お布施。へー、完全に長野県民からしたらこれは完全にお布施ですねこれはお布施でしょ、これは完全にお布施だ。
ヘリコプターにぶら下がってきたよーってピー。ありがとうピー。ぶら下がってきた。すごいね。腕力が。すごい腕力だ。いや、わかるよ、そんくらい。オブセはオブセやって、そんくらいわかるよ。でもさ、その、その感じはさ、オブセだよ。オブセって言うんだ、でも。クリープハイプのライブから帰ってきた。なんかライブ帰り多いな、今日。土日じゃないのにね。クリープハイプか。なんか、有名だけど、曲は聞いたことないな。聞いたことあんのかな？知らないうちに聞いてるかも。なんか iTunes ストアで結構ランダムでいろんな曲流してるから、もしかしたら聞いてるかも。だいぶ良くなった。肩こり解消。じゃんじゃんじゃじゃん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 じゃじゃん。よし、いい感じ。よくなりましたよ。そうそう、まあとりあえずね、これで貯金用の口座を作ったから、そこにコツコツお金を貯めのして、貯めのして、来年な来年な一人暮らしできるかな。あ、え、マサ渋谷行ってた？お疲れ。え、ずる。いいな、いいな。まさに、まさに会えていいな、みんな。多分最後のゼップ東京。ああ、そうか。ゼップなくなっちゃうんだっけ？あれ？なくなるんだっけ？リニューアルするんだっけ？どっちだっけ？ねえ、なんかすごい。もったいないよね、あんないいところ。なんだっけな、なんか言おうとした、今私。お！貯金用の口座作った。そう、今日初めて新衣装見た。あ、ポップ衣装だ。カラフルなやつでしょ。そうそう、かわいいよね。私はまだね、見たこともないし、触ったこともないし、着たこともない。いいな、マサの方が最先端行ってるな。えぇ、ピエン。なんかアビコさんが家に新衣装送りますって言って、長野、この間の雪やコンコの一日店長の時に行ったから、そのうち届くんだろうなって思ったけど、全然届かない。そう、 iPad ね、また問い合わせするの忘れた。いや、一回思い出したよ。一回 iPad の問い合わせしなきゃなってどっかで思い出して、思い出しただけで、なんかそういえばそうだなっていうぐらいだった。それは問い合わせしなきゃなって感じでしたね。いや、問い合わせしろよって思うけど、もう問い合わせする気ねえじゃねえか。でも iPad、 私の iPad、 うん、ピエン、いつになったら届くやん。届かせる気がないんだよ、向こうに。もうさ、なんなんマジで。6月にコツトラ予約してるんだぞ。プスカピンピンだよ、本当に。はあ、髪の毛染めよっかな、ワンマンまでに。なんかもう黒染めしてたのにね、本当に茶色い。ワンマンは黒髪かな。すごい茶色いよね、こうやって光に当てるとさ、色落ちしてて。
最近コマちゃんより服部さんに会いすぎな件についてメンバーより服部さんなのねえ、ちょっと、まあ、私が東京にいないからあれだけどさいいなあ。なんか時々思うんだよね、なんかこう長野に帰んないで今まで通り東京に住んでて、今まで通りライブに出てたらまたなんだろう、動員の上位入れたりとか新曲のオリポジもらえたりとかしたのかなって時々思うんですよ。やっぱなんか新曲を聞いたりとか見たりとかするたびに、そうそう、で私がいなくなってから多分空の色とシネマグラフ今2つかな、2つ新曲でが出てて、でなんか CD 音源とか聞いた時にもしまだ東京残ってたらここの歌割りもらえたのかなとかさ、ここのポジションもらえたのかなとかさ、思っちゃうのよでもさ、私はそれが嫌でこっち来たからさ、そうそう、いやなんか難しいよね、なんか結局わかんないのよねわかんないよね、やっぱりやってなきゃ、いやなんだろう、東京から離れてこっち来たからスイーツアンバサダーになれた気がするし、須坂の、そうそう、なれたと思うし、絶対なんだろう、長野に帰ったから取れた仕事ってあると思うの、そうそう、だからなんだろう今はそっちを優先っていうか、まあ、そっちを優先したいけど、やっぱそう思っちゃうね時々ね、そうそう、わりかしいつも思ってるか時々じゃなくて、わりかし新曲聴くたびには思ってるかも、そうそう、長野に帰らなかったら今年2回もこまちゃんに会ってないかもね。あ、本当？じゃあそれはよかった、それはよかった2回も会えたってことだ、セミタンに、長野に帰ったから。確かに、そういろいろ考えちゃうよね。いやー、何が正解か分からんからなでもなんかもう自分が決めた道を信じて本当進むしかないというか、まあそれを信じるとか、それをねやるしかないから、もう今は、そうそう、新曲とか結果的にそうなったわけで未来なんて誰にも分からん。いや、分かるね、もしかしたらもうオリポジにも入れてもらえなかったかもしれないし、そうそう、いやあれ本当な、悔しいんだよな、あの新曲が出るたびに、なんだろう、ステージに立つ人数が多いもんだから、ステージに立つパフォーマンスする人数がさ、8人とか9人とか9人とか7人とかなんだけど、いつもそうそう、9人基本決めるとするじゃん、その基本がオリポジになるんだけど、そうそう、それに入れなかった時の悔しさと言ったらないからね、本当に、いやマジで、はあ、あれはもう本当にそれを考えると、あんな辛い思いしなくていいのかなって思っちゃうよね。まあ選ばれた時はめちゃくちゃ嬉しいけど。11月3日行けないので都内で会うのはまた来年以降に話になる。おお、そっかそっか。ね。あ、そうさ、6日の話なんだけど、ちょっとこ雲行きが6日ちょっと雲行きが怪しくなってきたかもしれない、ちょっと待ってね、うん、6日ね、そう、開けておいて
ってもいいと思うぐらいになった。なんかそうそう、なんだろう、6日さ、なんか開けといた方がいいんじゃないみたいなちょっと匂わせはあったけどさ、ちょっとあのちょっと予定が変わってきたかもしれない、私の中で。ちょっと6日わかんないマジで。雲行き、ねちょっと仕事の内容は言えないけど、とある案件に呼ばれていて、でそっちに行く予定だったけど、私がこっちの地元の方で違う案件で呼ばれて、また予定が被っちゃったんですね、ぶっちゃけあ、半蔵さんは気にしないで、半蔵さんはあの私は関係ないでしょ、半蔵さんは気にしないで、半蔵さんはそのまま6日取っといてください、あのもう察してくれ察してくれ、半蔵さんの時点で察してくれ半蔵さんは6日開けといた方がいい、絶対に。あの私はちょっと村民はわからない村民ちょっとわからない、ちょっとダブルブッキングしちゃった。でちょっとね、ダブルブッキングしたことが分かって今日2日目の晩なんですけど、まだちょっとぶっちゃけ悩んでて、でアビコさんマネージャーに相談したら、コマがやりたい方行きたい方でいいよっていう曖昧な返答が返ってきたから曖昧な返答が返ってきちゃったから今2日目の晩を迎えてる悩んでる2日目の晩を迎えてしまっているんだけど、そうちょっと今日中ぐらいには、うん今日中じゃないな、今夜中ぐらいにはね、ちょっと、うん、あの出したいと思う判断をやだよ、かぶっちゃうから、もう本当にやだうわーって、もううわーうわーやめてー、かぶらないでって、もうでもかぶっちゃってるから、そうそう、ちょっとそろそろ決断を下さないといけない、私は。そう、案件はそのままだよ、そうそう、案件はそのまま、半蔵さんはそのまま半蔵さんは6日そのまま、うん、じゃ駒村村民がわからないって話、そうそう、いやでも駒村村民は、ま、開けておいてそっちに行くのもあり、うん、そっちに行くのもあり、うん、いやね、台風久しぶりって言ったっけ、私台風ありがとう、正解というか結果最適解という思うしか、うん、まあ確かに最適解で合ってる、これ長野で活動して活動というオリポジにいると思ってる、うわありがとう、そうだよね、そう長野県の伝道師は私しかいないから、これが私の本当オリポジです、長野県にいる長野県の伝道師、素晴らしい、これをこそさ素晴らしいことはないと思うね、ちょっとごめんね本当にごめんよ、ちょっと予定が分かんない本当に、そう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 、さしていくね、分かるかな、そう3日にね会えるけどね、半蔵さんとは3日に会えるけど、そう案件は確定だけど、そうコマちゃんがどっちにさあ行くかなっていう感じなんですよ。ねよかったね、サマースハートニーさん好きだもんねじゃちょっと分裂しよう、分裂、私がさ、いやどっちの案件が先に来たのもちょっと大事なんだけど、ちょっとあのなあちょっとなちょっとなーって感じ、うん、半蔵さん案件
件の方が先だったんだけど、今なんとも言えないんですけど、そうちょっと内容が出てないからね、みんなにまだお知らせもできないからなんとも言えないんだけど、ちょっとって感じです。わらわらです。もう本当にちょっと迷ってて、もうずっと迷ってて、そうなんだよね、そう地元優先、そうなんだよな、地元なんだよな。何のために長野県に帰ってきたってところなんですよね、本当に。いやーどうしよう、もう本当に、いや決まってはいる、決まってはいる、心は決まってはいる。もうお母さんに相談したもん。お母さんに相談したもん、ダブルブッキングしたんだけど、どっちが優先だと思うって言って、そうそうめっちゃ相談した、そうそう。いやでもその時お母さんはめちゃくちゃもう即答だったね。うん、まあどっちかと言わんけど、そうそう、あやっぱそうかって、なんかすごい、そうなんですよね。はあ、なのでちょっと6日は半蔵さんは確実に半蔵するじゃん。小浜村村民さんはちょっとわかんないな、わかんないな。とりあえず開けておいてぐらいだと思います。とりあえず開けておけばいいしないみたいな感じです。ごめんね、超曖昧で本当に申し訳ないね。そう最終決断です、本当に。うわあんたが悪いかん、私は悪くないよ。ダブルブッキングというかお話があるだけだから、はいはいやりますとは言ってないから、両方はい両方やりますとは言ってないので、そうそう私は別に悪くないです、あんたが悪いって言われる筋合いはない。逆切れ、そうそう、いや両方ともめちゃくちゃありがたいお話が来たから、そうそう、さあどうするって、でたまたまに日程がかぶっちゃっただけだから、そうそう。パピコチャリできた、ありがとう。ママ悩みます、はい、今夜中に結論を出す、頑張れね、それなら早く決めきらないねって、話がわからんもんって。そう早く決めなきゃ、そう早く決めなきゃいけない、もうこの案件だけでもハゲるかと思った。どっちどっちだって、そうそうなのよ、どの道へね、なんかイベントがあるんです、それだけでありがたいってね、そうなんだよな、そうありがたいんだよな、めちゃくちゃありがたいね。そう返事してないまだ、そうなんです、ちょっと待ってくださいって言ってある。そうちょっと決めます、はい、明日ぐらいにね。ねまださアバター配布されてないよね、まだ配布されてないんだけど、ちょっといつになったら配布されんのよ、もう待ちかねない、もう待ちきれない、待ちきれないよアバター、そろそろ明日ぐらいに来てくんないかな、今日は無理だったから。ね、そうちょっと長野県の伝道師として自分が何をするべきか考えます。どっちを優先するかって、はい、というわけでちょっとそろそろもう終わりにしたいと思います。ちょっと6日の件は一旦保留で、ソミーさん保留、でもね開けといてくれたらいいなっていう感じです、はい。で最後スクショタイムどうしよっかな、スクショ何がいい、スクショ
スクショ何がいいかな。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、みんな、わかるかな、持ち帰りで6個買ったから、見える、おやきじゃねえや、たい焼きだもうダメだ、頭が回ってない、たい焼き、たい焼きやよん、これたい焼きですもうね、ちょっと疲れてるんだよきっと、うん疲れてる、みんな、みんな気のせいだよ、おやきなんて言ってない、私は私は一言もおやきなんて言ってない、うん疲れてる疲れてる、みんな、うん、これでスクショ、イエーイ、よかったら須坂スイーツアンバサダーと須坂スイーツスタンプラリーのハッシュタグ作ってくれると嬉しい嬉しいです、でかい、でかい、え、意外とも普通かも、毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよって言ってるはい、おやきじゃない聞き間違え、それ聞き間違えそう、あの須坂の増田屋さんのたい焼きついに買えましたいやいや、怒られる怒られる、やばいやばい、おやきはやめて、本当に怒られる怒られるから、ちょっと本当にあ、たくい、いやいや、ありがとう来てくれて、ごめん、ちょっともう終わっちゃう、ちょうど終わっちゃうね、みんなおつこまありがとう、撮った、まことさんこんばんは、ごめん終わっちゃう、ごめんな、そう、あ、じゃびったん、11月3日のワンマン行きたかったけど仕事、なんか多いね、やっぱみんな、なんか3日の仕事の人多いな、しょうがない、おやきなの、たい焼きなの、どっちなの、たい焼きですそうそう、というわけで皆さんお疲れでした、おやすみ、またね、おつおつ、バイ。